はじめまして、岩戸まなみです、私は今高校2年生で弾き語りをしています。今日はものづくりフェスタで歌わせていただくということで、楽しく盛り上がれたらいいなと思います。では早速1曲目いきたいと思います。聴いてください、糸。これが初めてのオーディションで、決勝進出が決まりました。10月8日にサンタホールで決勝大会が行われるので、ぜひ来てください。次の曲は私が初めて作詞作曲した曲で、そのオーディションの二次審査で歌った曲です。では聴いてください、片思い。
とうございます。次の曲は映画のドラえもんの映画の主題歌になった歌です。聴いてください。ひまわりの約束。
とうございます。次の曲で最後になります。最後の曲はオーディションの決勝大会で歌う曲で、私が作曲しました。作詞作曲しました、この曲は夢を持っている人への応援ソングになっています。聴いてください、夢。走れ走れ夢を追いかけて、たとえ小さな一歩でもいい、進め
とうございました。にお答えして大原桜子さんのハッピーデイズという曲をします。
ました。ヤドさん、ありがとうございました。ヤドさんの作った夢っていう曲がすごい素敵で、また絶対聴きたいなと思いました。皆さんも岡山国際音楽祭のエンターテインメントチャレンジのウェブサイトで岩蔵さんの動画を再生すると投票したっていうことになるそうなので、10月5日まで何回でも見て応援をしてください。じゃあ岩蔵さんにもう一度大きな拍手を。ありがとうございました。